I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello, people. This is a new series called Digimon Cyber Sleuth. Hope you enjoy, because my other series fucked up on me. パスワードを入力してください。
ようこそ電脳空間の楽園エデンへ。エデンはメタバースにおいて革新的なサービスの数々を提供する新世代型デジタルコンテンツです。ショッピングから映画などの各種エンターテインメント、企業間の商取引から行政機関の手続きまで、皆様のニーズにお応えし、皆様の生活の一部となるサービスを本日も心を込めてご案内させていただきます。従来のネット画面上でのやり取りではなく、アバターを介しての直感的なバーチャルリアリティ体験と、最先端の電脳空間サービスを心ゆくまでお楽しみください。エデンは世界をつなぎ未来をつなぐヒューマンネットワーク、上城エンタープライズが運営しております。I'll probably cut it off once I get my Digimon.
ムどうも、アッキーノです。エデンだと初めましてだね。っていうか、私シラミネノキア。よろしく。じゃない。遅いよ。何してたのよ。こんな危ない場所で一人きりで待たされる身にもなったよね。ブルーボックスはまだ来てないのかって？ふん、来てますよ。来てますが何か？ちょ、信じられます？あいつさ、俺ちょい幽霊探してくるわとかとか言って一人でどっか行っちゃったんだよ。あいつそういうとこあんだよね。自己中的な、イケメンだからって調子乗っちゃってるみたいな。大体何？白い少年の幽霊？っていうか、電脳空間で。グラメシア。どうしよう！ちょっと、ビビりすぎだっての。なんだ、新たじゃん。ただの新たじゃん。ったく、チキンのくせに、意気がってこんなとこまでのこのこ来てんじゃねえよ。その、こんなとこに置き去りにしたのはどこのあなたよ。あんたの血は何味だ。ああ、うっせうっせ。つーか。初めてだよな、こっちで会うの。真田新ただ。ま、適当によろしく。ちょ、自己紹介くらいちゃんとしなさいっての。もう分かっちゃってると思うけど、これがブルーボックスの中の人だよ。なんかイメージ違くない？あっちだといい感じに面倒見よくって頼れる兄貴っぽいじゃん。私もこっちで初めて会った時マジビビった。不愛想だし自己中だし目つき悪いし、ほら、イケメンの無駄遣いっていうか。アホは放置で頼むわ。で、お宅を待っている間にこの辺りを探ってみた。俺らを呼びつけたナビット君がいないかと思ってさ。ま、そのついでにな。結局、どっちも見つからなかったぜ。それどころか、一っ子一人いねえ。いくらクーロンが危険エリアでも、ハッカーの一人や二人は。やあやあ、お待たせ。ナビット君だよ。集まってくれた良い子の君たちに、プレゼントだよ。これは、世界を変える力だよ。え？え？何これ？ハッキングだ。俺たち全員、ハッキングされている。チッ、俺のゴールを簡単に突破しやがった。やり手だな、ナビットってやつ。デジモンキャプチャー？最近ハッカーたちの間に出回っているハッキングツールだ。ねえ、デジモンってあのデジモン？ああ、オタクが興味津々だったそのデジモンだろ。特定のデータ、デジタルモンスターをスキャンしてキャプチャーすると。お、やっぱデジモンってデジタルモンスターの略らしいぜ。デジモンってハッカーが使うヤバいプログラムなんだよね。じゃあ、私たちハッカーになっちゃったわけ？
そう言えなくもないかもな。ま、いいじゃん別に。ハッカーなんざ今時珍しくもねえし。やめとけ。プログラムにプロテクトがかかってる。無理に削除すると何が起こるかわかんねえぞ。何よそれ。逃がすかよ。ちょ、新！なんで追いかけるの？私、帰るから。もう帰るから。何これ？さっきまでなかったじゃん。どうしてこんなのが？これもハッカーの仕業。先へ進めってこと？私たちを返さないつもりなの？どうした？まるで幽霊でも見たような顔だ。僕そっくりの幽霊を見たって？それなら、その幽霊は僕かもしれないな。僕をエデンに住み着いた勇気と呼ぶ者もいる。この世のものではない。真相は、僕がただ神出鬼没なだけ。そんなところだ。安心するといい。僕は幽霊じゃない。このエデンに、ちゃんと実在しているよ。君のような、迷い子を導くためにね。君は、ハッカーの証であるプログラム、
デジモンキャプチャーを手に入れたばかり。いわばハッカーのひな鳥だ。ここにはさまざまな目的を持ったハッカーがいる。セキュリティホールを見つけて報告する持続的なもの、他人の財産や個人情報、本当にいろいろだ。君はどんなハッカーになりたい？その様子だとひな鳥どころかまだ卵から帰っていないようだ。ハッカーを目指すか他の何者かになるか、それは君の自由さだが、経緯はどうある？君はハッカーに興味を抱いてここまで来て、その結果、デジモンキャプチャーを手にした。だったら、試してみるといい。デジモンと呼ばれるプログラムの驚くべき力を。それでいい。では、未来のハッカーの誕生を君に、記念すべき1体目のデジモンを進呈しよう。ほら、君の後ろにいる。あれがデジモンプログラムだ。せっかく用意したデジモンに逃げられてしまったな。はい、デジモンならいくらでもいる。すぐに代わりを見つけよう。少し待っていてくれ。しかし驚いたよ。程度の低いハッカーが悪ふざけで話したか。あるいは僕に敵対する者の仕業かもしれない。追いかける？あの強力なデジモンが欲しいのか？いや、あれはまだ君の手には負えない。なんだって君は追われたデジモンを気にしているのか？物好きだな。だがそれこそ放っておくべきだ。単なるプログラム同士の小競り合いに首を突っ込んで怪我でもしたら、君がバカを見るだけだからね。
君がそう決めたなら好きにするといい。後を追うなりなんなり。とんでもない卵だな。デジタルモンスターに丸星で挑むつもりか。本当に物好きだよ、君は。いや、ただのお人よしか。奇遇だな。僕もそれなりに物好きで、お人よしなんだ。特別に力を貸そう。まあ、君は何もしなくても構わない。ただ見ていればいい。誇り高きハッカーの力をね。どうやら、君と一緒に戦うつもりらしい。随分と手順が狂ったな。準備はいいか？デジモンキャプチャーのスキャンを介さずにデジモンが手に入ることは稀だ。ましてやプログラムが人に懐いたりなど。なんとも奇妙な光景だ。君はハッカーの中でも相当イレギュラーな存在に。ともかく卵は帰った。この先は君次第だよ。それじゃあ、僕はそろそろ消えるとしよう。目つきの悪い少年。ああ、もう一人のイレギュラーの彼か。彼なら先のエリアへ向かった。そこはかつて、エデンのエントランスだった古いエリアだ。創世紀の遺物。忘れ去られた過去の残滓さ。その証拠に初期タイプのログアウトゾーンも残されたままだ。今はプロテクトでロックされていて使用できないが、あの程度のロック、ハッカーであればどうということはない。そうだな。ここから帰りたくなったら、そのログアウトゾーンを使うといい。目つきの悪い彼なら、問題なく解除できるはずだ。彼の腕が落ちていなければね。なぜ驚く？まさか、彼からの、なら、僕から言うべきことはない。本人に直接聞いてくれ。そういえば、まだ名乗っていなかったな。僕はユーゴ。チームザクソンのユーゴだ。君が誇り高きハッカーを目指すのであれば、
我らザクソンを訪れるといい。扉はいつでも開いている。Thank you.